動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2023年の音の木を、めぐる動向は、混沌を極めており、多くのバトラーを翻弄させております。特に、大型連休からこの夏にかけてが、ピークとなっており、ハローさんが伊豆箱のラッピング車両を、ツバメに変身させたこともありました。このことから、京阪の車両のように、気球の収録でも音の木を、嫌う車両が出てきており、今後の運用について検討段階に、行っている段階にあります。最近のレガールの実態調査では、月鉄界隈もレガール、特にジャパニメーションから、かなり嫌われているという結果も、出ております。この実態調査の結果は、月鉄界隈とジャパニメーションの確執をより強調するもので、そのことが音の木系、ミューズエクスプレスの、運用に、支障をきたしていると思われます。月鉄界隈もこの結果を、重く見ており、今後のジャパニメーションの、取り扱いにより、慎重になっているようです。右上のピョンタプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。いくらなんでも月鉄界隈も暴れ回りすぎたか。ジャパニメーションから厄介がられてるぜ。うん、いくらなんでも暴れ回りすぎ。アツト創始者の意向かもしれないけど、ここまで暴れに暴れ回るのって何か大きな理由でもあるんじゃないの？そりゃあ、月鉄界隈は大花の夢の国とか京都の花砂屋を軸に攻略してるしな。いや、竹東家中より暴力系女子が大嫌いなのを問題視されとるわな。中堅も世間から嫌われとるんはそっちやけどな。むしろ、ジェンダーレスの観点でもそっちの件は許されると思ったら大間違い。俺ら月鉄界隈はそのことをジャパニメーションに警告してたちゅうことになってたんやけど、全然言うことを聞いてくれへんから、月鉄界隈が逆に暴れてると思われとるわ。だから鍵っ子もバカにされまくってたんだな。暴力系女子はバカばっかという先入観があるから。だけどそれ以上に嫌われとるんがド M 男子、いわゆる M オたちだ。スターフルーツで一番のお荷物なのは M オたちだぜ。ジャパニメーションの腐敗を象徴するってものさ。だけど確執の正体はむしろ大原の夢の国にあるだろう。大好きで使いはいしかあまり話を聞かないぜ。遺伝子に問題があるんじゃないのか。日本エリアとパルナス界隈、名鉄の車両たちが言うようなことやあらへんっぽいんやけど、赤田組としても日本エリアのバトラーの海外圏嫌いは甚だしく、呆れるものがあるわ。おい、肝心の赤田組までそのように思ってるのかよ。
それより新たなフェスティバルについても本格的になんか画像が出てきてるようだけど、どういう印象だったんだ？あら、以前の運用をやったものからしたらかなり気持ち悪いもんがあったわ。気持ち悪いだって？まさか音の木でスターアクトたちが吐き気を感じるような剣らしいコスプレが出てきたんじゃないとね。今のところはそのような剣らしいコスプレは出てきた覚えはないんだけど。てか、なんで僕たちのフェスティバルがコスプレ大会扱いなんだよ。全くもって意味がわからないんだけど。何がどう気持ち悪いかちゅうたら、もともと二人組で UR として形成してたデザインを無理やり一人ずつに分けたもんやから、気持ち悪いことになってたわ。おい、バカか音の木ども、複数のフェスを畳んでおいて使い回しとかするんじゃねえよ。そんなありさまですと京都の花札屋にも嫌われますよ。ただでさえ剣士たちに馬なんですからね。しかしながら、そっちの剣士の発展ぶりは目を光らせるものがあるぜ。京都の花札屋のメンツの中で今世代一番活躍しとるんとちゃうんやろうか。またもや音の木の問題行動でしょうか。すっかりと問題児のレッテル貼りをされておりますね。ジェパニメーション自体が奇跡界隈の問題児になってるわけだしな。音の木が素行不良を繰り返してるかどうかは月鉄界隈が判断することだから勝手に言えないけど、ジャパニメーション自体の素行不良はさすがに月鉄界隈でも目をめいったりだんまりはできないはず。夢路のサイド屋と京阪のお庭のメンツを逮捕したこともあったし、なんといっても2013年に鈴宮氏が解体された中、月鉄界隈とジャパニメーションの確執を全面的に象徴する事態があったんやな。それにしてもヒイラギショックからずっと確執が続いており、結局は月鉄界隈から排斥論が出されるあたり、相当月鉄界隈のメンツとキャラの相性が致命的に悪いんかが伺わせるわな。確かにサードパーティ製のサステナ車両は運用面で制約が多く、誰がジャパニメーションの奴らを影キャラの集団だと言った？他社線の方でどういう扱いを受け取るんかが謎に思えるやろうけど、月鉄界隈のように激しいバトルが多発するところやと、挑戦意識の薄いあいつらが避けられるんも無理はあらへんやろう。てか早い話でジャパニメーションのやつらって謙虚じゃないやつがあまりにも多いだろ。だから厄介がられるんだ。ただのまそれだけの話さ。さすがの月鉄界隈も謙虚を通用してるんだろうしさ。誰が謙虚じゃないだって？そんな醜いバトラーがどこにいるって話だけど。ジャパニメーションの世界を見たら謙虚やあらへんやつらが後を絶たへんで。それは月鉄界隈としても危なっかしい話に思えますね。まあ、これに関しては娯楽の分断化もあって、それぞれのバトラーとの相性が割れてきとるんもあるわな。そういう答えに行き着くのか。確かに最近は娯楽が分断してるように感じるんだよな。京阪の車両が音の木を嫌ってるのは芸能界とズブズブだからと聞いてるせ。アニメが好きでも芸能界が嫌いなバトラーだと音の木は厄介なコンテンツだろうかな。そこに聖子とレインも加わると、一番その仕様に近いのはあいつらだとレビューだろうな。変に芸能界に突っ込まずにアニメだけに留めたらよかったんだがな。てかアイドルアニメの宿命になんだろうかな。芸能界とズブズブになるアニメって、そこが難しいところやな。最近やとバルナス界隈でも規制が厳しくなってるから、そろそろ見劣り感情線の肩書きも限界が来てるように思えるんや。これからどうなるんやろうかな、この展開。なんやなんや、見劣り感情線の肩書きに限界が垣間見えるやと。あれ、おじい、気づいてへんかったんか。最近のパルナス界隈は芸能界の排斥論がどきつい状態やで。
確かに最近のパルナスギャと日本エリアの芸能界に対して規制が厳しくなっておる。これが見劣り感情線の肩書きであるアイドルアニメ御用の木を畳むきっかけになるのやろうか。そのような気配もそろそろ感じされそうですがね。これに関しては昔から規制が厳しかった時でも同じようなことがあったのでしょうかね。パラレルワールドが展開されておりますが、そうやのう、あくまで規制の強化で肩書きを外すことになるって話やから、そのタイミングがいつのことなのかが重要なのにゃ、規制の強化は時代の流れと言い切ることができるものにゃ。芸能界とズブズブにゃから、アイドルアニメ御用の木という肩書きを外すとなったとして、パルナスのバトラーがそのことに納得するかどうかは別の問題にゃ。わしとしても賛否が分かれるところやと思っておる。ミオートリ感情線のアイデンティティやったからのう。ちなみに俺としてはアイドルアニメ御用の力夢次回道に切り替えることを考えてるんや。だけど2017年の夢次20周年記念歌演奏はミオートリ感情線の沿線じゃなかったじゃん。いや、歌演奏そのものは会場がランダムで選ばれるから必ずしも御用取り環状線の沿線とは限らぬ話じゃ。東高野ガンマ移線の歌演奏の駅はあくまで2017年夢次20周年記念歌演奏の会場が現地に選ばれたことに合わせて整備された駅なのじゃ。なので夢次会場とは関係しない話なのじゃ。むしろ2016年から17年にかけては東高野ガンマ移線の方が目立てた中、それだけのことやで。てか、パルナス界隈で別の娯楽がこれほどまでにあったら、そもそもジャパニメーションの出る幕なんてないんじゃない。ジャパニメーションに枷当たりがきつくなってるのはあいつらで謙虚じゃないやつが多いってことさ。口の悪い下品なやつもおるしな。スタートからしたらそう思われるだろ。俺だけやのうしに、パルナスの世界やと誰もが下品やと思うてまうで。てか、ジャパニメーションって女子キャラ前提やんかい。男どもはどこに行ってるんやーエル。各層の主役が原因だと思うけど、必ずしも女子キャラが主役とは決まってはないぜ。肝心の脳卓が勝手に決めつけてるだけなのうしな。まあ対象としてる相手をもとにコンテンツを比較してみると、何たりは見当がつくんやないか。せやけど、なんで2021年度にシンダーの AC がボーピーに出せたんかで説明がつかへんようになるしな。権利処理が複雑ということは、言い換えたらある範囲を条件に出してるってことなんだろ。さすがに違うぜよ。不覚にも雰囲気が近かっただけだぜ。求めてた男どもがそこにおったってことさ。逆に僕たちを置いていきそうで怖いんだけど、そうなったら大丈夫なのかな。赤田組のメンツは京都の花札屋での大乱闘の舞台でキャラの実装を完了させるまでに、アツト創始者も夜の9時に宇宙人のうのゲーム実況を見ておるのや、〇〇が倒れたとかよく言っておるわい。本日の初テストか、いろんな言い方をやってるんやけど、本質は別にあるで。本質は、その宇宙人狼のゲーム実況に参加してる実況者たちが集まって展開してるイベント。2022年の春からポップアップストアとか、コラボカフェとかを展開していて、それらのビジュアルがこっちにとって大きなヒントになったんや。でも、それって、肝心の実況者が、いや、僕たちにも聞こえてるよそれ。なんていうか、女子キャラがいないんだよね。なんか理由があったみたいだけど。テイテイって過去にようさん言ってたけど、VTuber の用語でもあるから、ファルコンなら知ってるやろう。パルナスの VTuber として、たやすいことやろうしな、夢次で改めて事情を、伺ってみるで。京都の花札屋は現行型がボーピーにお世界売上で上回って歴代最多記録を更新することがユニバース入りの条件で、だから僕たちが君っていうことに対して苦言を繰り返してたんだね。他社線から月鉄界隈がそんな感じになるんちゃうんかとかなり警戒されてるんや。だけど子供たちが5人いる段階で
踏みとどまってるじゃないか。いろいろと奇妙なことが起きるモノギアが、月鉄界隈のビジュアルとしての傾向がニャパニメーションとの衝突を繰り返しておるというところじゃろう。参った話で、女性層と MO にそれぞれ対象としたコンテンツのジャンルがある一方で、俺のように年上と相性の悪いバトラーを対象としてるコンテンツが少ないんやな。スタートほどのバトラーだと一筆狼とかが合いそうな気がするけど。そうは言うけど、こっちには妹もおるわけやしな。見るからに我が孫がニャパニメーションにおいてトップクラスで扱いが難しい存在なのは間違いないだろう。ただでさえジェトニメーションのターゲット層は両キャラとリア充が大嫌いやからな。多趣味か現実派か恋愛が順風満帆で結婚できとるとか、そこまで行くとそもそもジェトニメーションから距離を置くことが多いしな。最近のスタートも似たようなことになってるがな。ちなみに、鍵っ子のユニバース化が実現したら、鍵っ子がレガールにおけるジェパニメーションの代表になるで。これも立派な戦争やからな。とりあえず、レガールの嫌われ者を追ってくで。所詮はリアルの世界で、打ちのめされた奴らの逃げ子か。今なら逃げてもどうってことはないけど、昔だったら大変なことになってたな。スタートがレガールキングを名乗るからには、ジャパニメーションにもメスを入れないと。でも、レガールで嫌われ者になってるのって、被害にも月鉄界隈だったりしないのかな。